本当だよ。一曲歌うとね、お腹すく歌だからね、体操になるみたいね。だから皆さんカラオケ行ったらさ、ぜひこのもらい泣きをさ、まず一曲目に歌って、その後好きな歌を歌っていただくと体の発声練習にもなるし体操にもなるんで、はい、低いとこから高いところまでね、ありますけれども、ぜひ今日は皆さんと一緒に最後もらい泣きを歌って、はい、お別れしたいと思いますので、よろしくお願いします。では2と4に乗りながらもらい泣き行ってみましょう。よろしくお願いします。ミキちゃん。